罠クリーチャーを8枚体制にして強いカードを叩きつけるような形ですね。なのでとにかく先手だと強い、後手だとそのマナクリーチャーという動きをせざるを得ないのでちょっと弱いから、先手は取りたかったところでしょうね。市川さんはキープかな、堤さんはマリガン。そのマナクリーチャー8枚耐性というのは、はい、いわゆる道路の召使いと、はい、結構珍しいカードなんですよね、はい、あ、出してもらえますか。出せるかな。アモンケットのレアのマナクリーチャー、これですね。おお、いましたね、はい、媒介者の集権者、うん、ていうかこういう名前だったんですね、うん、僕もなんかよくわからないけど2マナ01換算のクリーチャーみたいな、うん、なんか本人曰くこれでスカラベシンを奪われた時も安心みたいな、なんか対応して、これを釣ってこのマイナス1カウンターをスカラベの神に乗っけて、でその後でコントロールを奪わせた後で3点火力みたいなので除去できるから、そういうギミックで勝ってきたんやみたいなこと言ってましたね。すごい、そこまで見ているんですね。いや多分たまたまですね。ちょっとこのカードの活躍にも期待して見ていきましょう。堤、はい、さんは赤タン、ね、ラムナプレッドですね。市川さんは、まあ、多分一番当たりたくなかっただろうなという相手でしょうか、うん、割り勘していて動き的におとなしいのでまだいいけどなあという、もうそのお約束のマナクリーチャー媒介者媒介者の集権者、媒介者の修練者か、修練、あ、媒介者で修練者なんですね。なんか違和感がありますね、シャーとシャーってシャが2回続くのかみたいな。普通はねこのタイプ、はい、媒介の修練者とかですね。そうですね、どっちなんだろうというね。ブロックを負荷にして4点、除去がなさそうですね、うん、除去があったら真っ先に殺したいところですが、それをしないけど考えているということはやっぱり除去はあるのかな、どっちなんだろう。これやはりこの能力を使ってしまうと現状ですと2点が入ってしまう、はい、あ、いえ、入らないんですね、マナ能力以外だったと思うので、そうですね、これ多分マナ能力にカウントされているはず。ショックがあったんですね、でショックを打ち込んで、ただマリガンしているので手札的には心もとない。でティムの約束の3マナ剣が出てきます。4枚目の土地ということは、はい、いいですね、ハゾレと。いや、しかもマリガンしているので多分これ攻撃ができるハゾレとじゃないかな、ね、かなり綺麗に回ってますね、はい、で投稿運でも、2点が食らってしまうので1回はスルーして、そうですね、除去で打ち取ってからのみたいな、ハーシュメンター過酷な、何でしたっけ、動詞かな、メンターだから、あ、指導者ですね、を除去してからトークンでブロックするという選択肢。多分ここでタップインというのも、まあでもティムールって本当にその4ターン目にアンタップインの土地を置けるかどうかは難しいんですよね。都合8枚ファストランドが入っているのが主流になっているので、アンタップの土地は基本地形か、霊気拠点、基本地形っぽいのも何個かあるんですけどね、参照するやつ意外と引っかからなかったりするので、そうこうする間にもうなんかひどいことになってます。
稲妻の一撃で除去されて、はい、脱落されてると。ここで5点食らってしまうと、うん、ライフが6に落ち込んで手札を3回捨てるだけで終わってしまうので、うん、2点本来であればケンラをトレードしたいんですけど、うん、それを許してくれないと。ここでもまたタップイン、ドロー。だから市川さんも、まあはい、かなり、先ほどから中村さんがおっしゃっているその2アクションというのが取れない状態で、ね、そうですね。やっぱりそのなんやかんやでティムールってその重いカードを叩きつけるデッキなので、マナ息通りの動きしかできていない。でハズレットに対して決定的な回答策がないので、どうしてもこういう風な自利品の状態になってしまう。ただまあここは結構いいですね。疑似的に2アクションが取れているので、つむじ風の巨匠でトークを生み出すことによって最悪でも除去されても1体トークンを出してるよという形で、市川さん的には、まあ、おそらくスカラベの神でしょうね、につなげるまで失礼しました待っている。さあここでいたずまの時期本体ですかね、はい、そうですね。ここでライフを4にしておいてハズレ島が本体本体でゲームに勝つというプランですね。いいと思います。市川さん的にはこれはやってほしい、引かれてなくなかったっていう一番のカードでしょうね、うん、で投了、たとえ、スカラバイの神を出したとしても、うん、このハズレ島の手札ディスカードのモードが防ぐことができないので投了しました。そうですね、市川さんにとっては多分脳内ではこれが一本目だみたいな感じじゃないでしょうか仕切り直しやみたいな感じでしょうね、うん、まあまあキープするハンドですね。マナクリーチャーもあり、除去もあり、3ターン目の動きもある。で片谷堤さんはマリガン、タン側はハズレ島が動けるムーブがあるから、うん、マリガンをそれほどはデメリットとはしないデッキではあるのですが、うん、とは言ってもやっぱりそもそもその4ターンにわたって土地を置き続けれるかどうかって手札が多い方がいいですからね、うん、気休め程度でやっぱりマリガンはしない方がいいのに越したことはないのですが、ここでいいハンドが取れるかどうか。キープしましたね。下に置いてゲームスタート、はい、調和スタート。からの山、それに対して堤さんが山からそうですね、ショックを構えているのか、何もせずにターンが返ってきた、うん、1点。市川選手マナクリーチャー出しませんでしたね。そうですね、もう概ね焼かれると思っているので、うん、このターンは除去を合わせるでしょうという考えでしょうね。でお互いに当てが外れたみたいな形でしょうか、うん、堤さん的にはこのターンこそ自分が除去を合わすでしょうという、うん、市川さんはターンが返ってきたのでじゃあ出すかと、まあ、釜が立っているので例えばチャンドラの敗北を持ってたらまあそのまま打てますし、でそれに除去を合わせました。
見た目上はそれほど状況は変わっていないが、ここでチャンドラの敗北はなかったので、サンサンが残る形ですね。まずはそのクリーチャーを1体出しては1体焼かれるという展開、対赤タン対ティムール の、 その典型的なゲーム展開ですね。で、サクハクからの追加戦力が意外と可愛い、ソンコン魔導士で、ここにそうですね、チャンドラの敗北を重ねて、で決め手のスカラベの神と、理想的な展開ですね。除去除去除去からの対処ができないカードみたいな形で、ほぼほぼライフの損失はなしと。そうですね、ここでハズレと走ってきますね。はい、ただいかんせんライフが相当余裕がありますからね、2回釣ってもまだ余裕があるかな。市川さん的にはハゾレトを対処というか、ただブロックをし続けていくだけでも結構なんとかなりそうなのですが、できることなら積極的に攻撃に行きたい。何を釣るかですね。セオリー的にはアップキープに、スカラベの神で44の永遠状態にして、で1点ルーズと1戦術で潜在的なアドバンテージの積み増しをするのですが、なかなかちょっと難しいですね。そうすると他のアクションすべて手放しちゃってることになるので、なので考えてるっていうところでしょうね。できればこのスカラベの神は攻撃に行きたいのですが、攻撃に行った場合にものすごい裏目になっちゃってしまう可能性があるので、あえてとどめているという。そしてこのターンはまだそのリスクを負うべきではないということは、まあ手札に除去があるんでしょうね。はい、とてつもなく怪しい騎馬長銃の子が出てきました。というのも、その本来であればスカベルの神で44相当のものを作った方がいいのにもかかわらず、あえて22換算、一応まあ44にはなりますが、次のターン途中引けば騎馬長銃の子プラススカラベの神で釣り上げができるのに、あえてこれを出したということは、もう除去が濃厚に匂う展開ですね。それに対して堤さんはどう動くか。ハズレとは絶対に攻撃に行かないといけないので、放っておくとどんどんスカラベの神で状況が開いていきますからね。戦況が開いてしまうので、手札を消費して攻撃に行かないといけない。エコをもたらすもの、ここでちゃんと状況を構えていた効果がありましたね。もしスカラベの神で釣り上げてしまっていたら、これが致命的な状況になっていたのではないでしょうか。なるほど。でアップキープに、はい、栄光をもたらすものを釣り上げて1点ルーズと、これで14に落ち込んで、で特例でブロッカーを排除しつつ9点残りが、堤さんが5になって見えてきたというところですね。はい、特例もせずに進んだので、これでスカラベの神を除去が絶対に必要になりました、じゃない限りライフルーズの1点と4点で特例をしている特例ではないか。これ永遠マーカーみたいな感じでですね。さあここで堤選手が投了と、はい、勝負1-1。ちょっとそこで自信満々にこれがいいというのが言えないところは辛いですね。なんかもっとその赤タンマスターの人はそういうのがあるのかなと思うのですが、
今のところ僕の聞いて回ってる段階でもみんな同じくらいの認識で、うん、赤タンの方が有利だよって言ってくれる人がいないという、うん、なのでもそれでも使っているのはやっぱりティムールの方がそんなうまいこと回らないっていうのがありますね、うんうんうん、言ってしまって最低3色4色は普通のデッキですからね、うん、でマリガンのリスクも当然高いですし、結構落ち着いた展開からの、そうですね、突然ボーマットが、はい、多分今来たボーマットでしょうね、うん、まあ、それに対して火力のターンなどで火力を合わせそうですね、うん、チカさん的にはだいぶ不気味でしょうね、うん、ラムナプレットがこういう動きなしの展開をしているときは除去が詰まってあまりよろしくない展開か、それかサイドボード後重いカードでゲームを進めていくプランなのかな、チャンドラとか出されたらうわってなるんですが、それはなかった。チカさん的にはやったぜみたいな感じでしょうね、うん、これは結構嬉しい。ここのここでのプレッシャーはやっぱり赤ターンとしては辛いところですね、うん、ただ単純にリムール側がパスしてきてもきついですし、何かしらの除去は構えられてるってことなので展開されてもやっぱりきついし、うん、ちょ栄光をもたらすものケアみたいな感じでしょうね。スミさん的にはここで2マナ立っているティムルエネルギーに対して果たして突っ込むのといったところでしょうね。1点からのサンマナでフェロキドン、それにやっぱり持ってたねっていう感じで除去を合わせてからの5マナに到達したので、おそらくスカラベのターン、つみさん的にはスカラベだけはやめてみたいな感じですけど、スカラベ以外でも盤面が抑え込まれているのでかなり厳しい。ささまるさらにこれはもう三兄弟どれが召喚言うか分からなくなってますねうーん、特殊なサイドボードを取ってない限りは辛いですね、これは、まあ、全体除去であればといったところですか、ね、はい、ですね。ただただ意外とこのパワー3というのがきつい、うん、で待望のマナが空いてるターンではあるのですが、まあ、栄光をもたらすものでしょうね。で特例で1体は殺せますが6点このままで食らっている、しかも特例なので、まあ、都合12点分は食らってしまうのはしょうがないみたいな感じでしょうね。石川さん的にはあ多分特例のテキスト確認してるの、うん、っていうことは、まあ、両替の応酬かな。そうですね、見えましたね。これコントロールを両替の応酬で奪うと次のターン起きるんですよね。再確認しているのかな。あ、まあ、念のためにジャッジを呼んでいるこの動き知ってます。リミテッドで発生した時なんでそうなるかは結構分からなかったんですが、テキスト読んでたら確かにそうか、あなたって書いてあるので、あなたじゃなくなるのでコントロール奪われると。
覚えてると いいチップスですね、かもしれませんね、うん、これはもう市川さん的にはどういうフィニッシュをするかですね。かなり余裕を持ってとりあえずコントロール奪いますよ。で8にして次のターンを切るので特例込みで攻撃ができると。なのでこの栄光をもたらすものも除去しないといけない対象になっている、うん、どうすればいいのか、うん、どうしようもなさそうですね。ハズレと出してもブロッカーとして出すしかない状況ですね。4マナでハズレと、ただブロックはできない状態ですかね。ただ多分手札は2枚程度なので除去を打ってブロックしてみたいな形でしょうか。市川さん的にはそれが分かってると思うのでもし攻撃するとしたらこの場合だと栄光をもたらすものを短期での攻撃にするとは思います、うん、ライフ的にも余裕がありますし、うん、なんならスルーしてもいい、うん、でもまあそこまで分かっているのであえて攻撃に向かいましたね、うん、しょうがないと。これでライフが1位になってチャンドラで本体で終わりですね。なるほど、はい、というわけでスタンダードラウンド最終ラウンドは市川祐希選手の勝利となりました。スタンダード全勝ですね。おめでとうございます。